イディフ3でモデル化された拡張線イズ。イディフ3はイディフ0を補完するプロセスモデリング手法である。イディフ3手法はどのように特定のシステムが動作するかについての知識を獲得することを意図したシナリオベースのプロセスフロー技術獲得手法である。イディフ3手法は下記の2つを表現するモードを提供している。この手法は システム工学やソフトウェア工学分野のモデリング言語の EDIF フ,ファミリー手法の一部である。世界の記述に使われる主なメカニズムの一つは出来事または活動の順序だったシーケンスでの物語に関係している。EDIF3 プロセス記述獲得手法は状況あるいは事業プロセスを記述する共通のメカニズムを配慮した。 活動のシーケンスの記述を獲得するため作られた。イディフさんの主な目標は、ドメインエキスパートが特定システム、または組織の運用についての知識を表現できる、構造化された方法を提供することである。知識獲得は、獲得するための最も自然な形式で、実世界のプロセスや出来事についての見方を直接、獲得することによって、可能にされる。 イディフさんは、プロセス知識獲得のための信頼されかつよく、構造化されたアプローチで、情報獲得のための表現豊かで、使いやすくて、そして表現を提供することにより、この種の知識獲得を支援する。イディフさんの開発動機は、以下を必要とする。当初のイディフは、1970年代中頃から、彼らの既存システムが、どのように統合されるかを、 意思決定するのに必要な人々の間でのコミュニケーションを強化するため開発された。イディフ0は機能分割の過程と機能間の関係の分類化を経てシステムの機能を記述を優しく拡張することを可能にするため設計された。イディフ1は組織がその目的を達成するため重要であると認める情報の記述を可能にするため設計された。 3番目の EDIF。EDIF には当初ユーザーインターフェースモデリング手法を意図した。しかしながら、アイカムプログラムはシミュレーションのモデリングツールを必要として、結果として EDIF には数学モデルベースシミュレーションの使用のためのフレームワークを提供する、製造におけるシステム資源の時系列的振る舞いを表現する一つの手法となった。 この状況を正したいとのアイカム内の手法論プログラムの意図があったが、それをすることを許さない資金的限界があった。結果としてシステムの構造的なユーザービューの記述の支援する手法の不足がイリフシステムの大きな欠点となった。手法論的視点からの基本的問題は、 システムが何をすると想定するかの記述とシステムが何を行うかを予測するシミュレーションモデルの表現を区別することである。その後者がイディフ2の焦点であり、前者がイディフ3の焦点である。イディフ3は同じプロセスの記述をそのプロセスの複数の視点からの記述の代替を提供することを求める。記述とモデルとの区別は微妙であるが、 イディフさんでのそれは重要であり、両方とも正確な技術的意味を持っている。モデルの力は、それが表す実世界のシステムを単純化し、そしてモデル内で対応する事実の長所によって、そのシステムについてある特定の事実を予測するその能力から来る。そこでモデルは、それ自身の権利で設計されたシステムです。モデルは、正しくないことと知られる。 理想化されたシステムであるが、ドメイン内で、あらかじめ定義された関心の領域のための、信頼できる予測要素を提供するのに十分近いと考えられる。その一方で記述は、個人の知識、または経験の領域内での何かについて事実、または、信念の記録である。そのような記述は、一般的に不完全であるすなわち、記述を与える人が、 彼や彼女が無関係であると信じる、あるいはシステムを記述するなりゆきで忘れた、事実を省略するかもしれない。記述はまた、他の人がそのドメイン内の観察した状況と矛盾しているかもしれない。イディフさんは、同じシナリオ、または、プロセスの代わりの記述を獲得しあおして組織化する、ことを可能にする特定の機能を提供することで、これらの可能性を受け入れている。 図を参照のこと。イディフは、記述獲得に焦点を当て、再利用を可能にする。モデリングは、矛盾したあるいは一貫性のないビューを解決する、記述獲得の背後に付加的ステップを踏むことを、必要とする。これは順番に、一般的にモデラーに、一つの視点を選ばせるか、生成させることと、直接の知識、または、 経験を利用できないところでのギャップを埋めるため人工的近似モデリングを導入することを要求する。モデルとは違い、記述は単純に正確性を不足しても満たされなければならない理想化テスト可能条件によって制約されない。記述獲得の目的はプロセス知識を単純に記録しコミュニケートし、あるいは人々がどのように 主要プロセスが実際に運営されるかを理解する過程で一貫性のない点を識別することかもしれない。記述獲得手法を使うことによってユーザーは実行可能なモデルを作り出すことを強いる監修を学びかつ適用することを必要としない。ユーザーにモデルを強制することは彼らに彼らのドメインでの経験的知識を正確に獲得することなく モデル設計の観点とモデルを生成するリスクを取らせることを要求する。シナリオ、または物語の概念は EDIF3 プロセス技術のための構造の基本的組織として使われる。一つのシナリオは組織、またはシステム、あるいはプロセスが起こるところでの設定によって取り扱われる問題の典型的クラスを記述する状況のセットを 再発する状況と考えることができる。シナリオは記述の焦点と境界条件を確立する。このようにシナリオを使うことは彼らが与えられたシナリオまたは状況の文脈で行動の順序だったシーケンスに関して知っていることを記述する人間の傾向を利用する。シナリオはまたプロセス中心知識の集合体を組織化するため、 都合の良い道具を提供する。ディフさんのプロセス図は、プロセス中心の知識を獲得し、管理し、そして表示する主要な手段である。これらの図は、異なるアプリケーション領域からのドメインエキスパートや、分析者が、プロセスについての知識をコミュニケーションするのを助ける、図式媒体を提供する。これは、出来事や活動についての知識、それらの出現に参加する。 オブジェクトおよび出現の振る舞いを統治する制約関係を含む。イディフ3のオブジェクト図は、プロセスのオブジェクト中心の記述を獲得し、管理し、そして表示する。すなわち、どのように様々な種類のオブジェクトが、プロセスを通して、他の種類のものに遷移するか、どのように与えられた種類のオブジェクトがプロセス。 あるいは一つのプロセスでのオブジェクト間の重要な関係についての文脈設定情報を通して状態を変えるかについての情報。イディフさん記述は二つの異なった観点、プロセス中心とオブジェクト中心から開発される。これらのアプローチは相互に排他的ではなく、イディフさんは 複雑なプロセス記述を表現するため、それらの間のクロス参照を可能にする。プロセス図は、最も馴染みやすさと、幅広く利用されるイディフ三手法の構成要素を意図する。これらの図は、シナリオのプロセス中心記述のための可視化メカニズムを提供する。図画要素は、振る舞いのタニーボックス、前後関係リンク、結合子。 参照し、および注釈を含む。構築ブロックは、以下の通りである、EDIF3 プロセス記述図のため使われる記号。e デ i f は、オブジェクト中心プロセス情報の詳細を表すための、構築ブロックを提供する。すなわち、どのように様々な種類のオブジェクトがプロセスを通して、他の種類のものに変換され、あるいはどのように与えられたオブジェクトの種類がプロセスを通して、 状態を変化するかについての情報。ありがとうございます。